生放送でやってると思ってるの？コールのブースで仕事中に寝たりとかしてるの、そういうのやめよう。何を高く止まってんだ富山の大将みたいな感じで思って、根本でいいじゃないの、まだ仕事してんだと思うもん、これ見てて。まあ、別にな。どうです、ちょっとこれから今ノア呼んで話そうかなと思ってまして。ノアとかですか？はい、そうですね。昨日ナイキ社から動画1本送られてきたんですよ。はい。その内容がなんか龍馬と武田が喧嘩してる内容で、ポケットが全部限界。こいつマジか、おいしいんかい。お前が売れたいっつってるからやってんの。生本当にやってると思ってるの？え、だったら持ってやれや。いつやるんだよ、お前。昨日言ったことお前今日やるね。あらかたっていうもんがあるでしょ。いや、分かった。お前分かんないよ、いつ分かんない。もう優しく言っていつ分かんない。チーム制で指導するシステムになっているリリオン。以前売上ゼロの状態からなんとか退店を免れた爆撃龍馬の弟子一撃たけるは龍馬のチームメンバーであり、これまでもたくさんの指導を受けていた。まあ、龍馬が一方的に怒るのは、まあ、よくあることなんですけど、両方が喧嘩してるっていうのは初めてで、まあ、これが今状況どうなってるのかな、ちょっと確認したいなと思って、ノア呼んで確認しようかなと思って。はい、ノア、ノア。えっさ、昨日さ、はい、タケルと龍馬喧嘩したの、はいはい、してる？あ、なんかトロッと営業ボスよね、うんうん、はいはい、あれってさ、今どんな状況になったのか分かる？いや、詳しくはまだない。何も分かってない？あの、了解了解。じゃあ、今龍馬とタケル呼んで、ちょっと一回さ、下で話そっか。あ、分かりました、うん、関係者を集め、地下ルームへ移動。代表ノアが仲裁に入り、話し合いをする。昨日さ、大金社から、なんか龍馬と武尊の喧嘩の動画送られてきて、俺それ見て、で、それどうなったのかなと思って、まあそれを含めてちょっと、ノアに今回入ってもらってやってもらおうかなと思って、うん、集まってもらったんだけど。内容、俺もあんま知らないから、龍馬から説明してよ。言ってることは全部同じなんですよ。でも、ほんとしょうもなくて、裏でたまるな。あと、コールのブースで、仕事中に寝たりとかしてるの、そういうのちょっとやめろ。ホスト力っていうか、ホストとしてもっとかっこよくなってほしいなっていうのがあるんで、清潔感ってとこで、まあ慣れてないのかわかんないですけど、汗がもう髪の毛にめっちゃ浸ったりとかするときあるんですよ。そういう見た目のところをちゃんと意識してやれ、僕のために頑張るっていう話をもう最近ほぼ毎日言ってるんですよ。一向にできないから、意識すらしてるのかしてないのかわかんない。やっぱその一撃っていう源氏名も結構僕いろいろ思い入れがあるんで、それを私で弟子として今やってるから、ちょっとマジ本腰入れてやってよっていう感じで、昨日ちょっといいって言って呼んで、結構厳しめに言ったんです。でどっか行こうとしたから、いやお前その程度なんなってなって、僕もちょっと感情的になって、お酒いっぱい入ってたんでバチバチになっちゃったんです。でタキロはなんでそれに対してああいう態度するんですか？まあ、龍馬さんに、まあ、俺もチームから、まあ、抜けていいよって言われたけど、まあ、ぶっちゃけ言葉選ばずに言うと、何を高く止まってんだ富山の大将がみたいな感じで思って、じゃあ俺一人でやってやるよっていう感情になっちゃって、もう話しなくていいやって、それでもう出てったんですよ。もうあとはもう結果で示せばいいだろうみたいな感じで思って。なんか聞いててさ、別にプライドが高いことはいいことだと思うんだよ。だけど今じゃ結果出てないやん。実際ホストって数字なかったらもう見え方って分かるよ自分でも、うん、あいつは俺が絶対変えたいからって言ってこんだけ熱心に教えてくれる先輩龍馬じゃん唯一、うん、そんだけ大切にしてもらってんの、何の勘違いしてんだろうなっていうのが昨日の印象。うん、そんな態度する場合じゃないじゃん。結果を出していないタケルに
ノアは態度を改めるよう指導。それを黙って聞いていた軍神がついに口を開く。まあいや、俺話聞いてて、もうこれ話進めても意味ないから、もう話もしょうがない。まあでもタケルさ、やっぱ上司やん。どんなことがあっても上司になりたいだったんだよ。それはさね、合わない上司もいるし、でもそういう上司に対してじゃあこっちがその態度取っていいか、取っていいわけないじゃん。今後それはタケル自身が損するからやめ。どんなことがあっても、分かった。いいよ。失礼しましょう。失礼します。タケルを退出させ、幹部であるノアと龍馬を残した軍神。龍馬さ、あんなさ感情むき出してさ、上司として俺何してんのと思ったよ、動画見て。あれさ、別にさ、タケルのために怒ってねえんだよ。タケルに今まで努力をしていたけど、その結果が見られなかった自分に対して怒ってんだよ、あれ。人ってさ、その人のために怒るなんてことは絶対ねえんだよ。もう叱るはあるけど怒るはねえんだよ。わかる？怒るは感情じゃん。叱るは理性じゃん。いつも感情的になってしまう龍馬の確信をつき、上司としてあるべき姿を説明。で、今龍馬詰めたけど、根本はそこ分かってないノアだよ。タケルを指導したノア、軍神はそこに注目していた。違う、あれ龍馬を詰めなきゃいけないのよ。龍馬は上司として失格なことをしている龍馬はちゃんと詰めなかったじゃん。話を聞いて、あ、タケル分かったいいよみたいな、でもその言葉遣い悪かったら謝りいいよ、謝らして、で、量も怒んないダメや、ほんと。それは代表のやるべきじゃないの。根本でいいじゃないの。筋違う。今リリオンがこの状況が何で生まれてるかをちゃんと理解しなきゃダメよ。今日の店の暇さもそうだし、俺何してんのと、まだ仕事してんのと思うもん、俺見てて。この根本作り出してんのがトップだってことを理解しなきゃダメよ。でリリオンの代表ってことはノアの店なわけよ。今ノアの店にしなかったらノア次ねえよ、俺はこれ話してんのは。そこに気づく男になってほしいから。一個一個甘くなってんのはなんでって話じゃない。まだいい人なんだよ。いい人、いい人なのやめた方がいいよ。トップ立つんだったら全て今この状況もう鍵しなきゃダメだ。代表としてその優しい人柄が裏目に出ているノア。軍神は店のトップとして厳しさが足りないことを伝え、改めて店を引っ張っていくようリリオンをノアに任せた。龍馬もノアのさ有名になりますとか言ってたけど、龍馬は次の代表を目指すとか進展で代表を目指すとかそっちの器やから、安易に自分の器を勝手に決めんなって。もっと上行けんだから、もう高い店持ちいいや。主任で収まんなよ。ノアの背中を追う龍馬に軍神は目指す方向が違うと気づかせた。 OK、 はい、ダナーのトロで、ここに今あるリリオンの全部問題自分で解決してみよう。わかりました。 OK、 はい、軍神はそれぞれのキャストの立場に合った指導をすることで事態を早期解決へ導いた。はい、いい人になるのやめろって言われる。はい、どう思いますか。すごい、あ、やっぱり見透かされてるなじゃないですけど思って、なるべくみんなと仲良くやりたいなっていうのはあって、代表に一番大事な素質って正しい判断をできるかどうかなんですよね。そこに市場が挟まったりすると正しい判断ができなくなってしまうっていうのも五木さんは感じてて、僕にそれを言ってくれたと思うんですよ。五木さんは僕に託してくれてすごい嬉しかったんですよ。でもだからこそ五木さんの期待を絶対に裏切りたくなくて、やっぱ視点、見る視点をちゃんと変えてやっていかなきゃなっていうふうに改めて思いました。軍神の言葉を受け、ノアは期待を裏切らない代表になる覚悟を決めた。地下の話し合いの件どうですか。ただ今龍馬さんに申し訳ないっていう気持ちが強くて、
まあ、売り上げもなくて、かつサボり癖もあって、でもそれでも見放さず、まあ、教えてきてくれたのは龍馬さんだし、まあ、あの時は山の大将とか思ってもないことを言ってしまったなって思って、まあ、そこに関して龍馬さんに本気で謝りたいと思ってますね。風神からのお話で、怒ることは感情、叱ることは理性って言われてましたが、全然どう思いますか？その通りなんですけどね、まあ、弟子というか弟分というか、一番成功してほしいなって思ってる、まあ、後輩なんで、まあ、期待からの感情ですね。まあ、でもあれはシンプルに、まあ、上司としてって言われた時にもう何も言えないんで、ちょっとちゃんと後で謝ろうかなと思って思います。今回の話し合いで自分の非を認め、反省した様子の龍馬とタケル。営業終了後、先輩である龍馬はタケルを呼び出した。タケル、ちょっと。あ、考えた結果、自信でいこう。おつごめん、謝るの、こっちでしょ、謝るの、こっちの、こちらこそ、そうでしょ。いつきさんからもさ、いろいろ言われてね、まあ、それはその通りだとか思うこともいろいろ言われたし、理性保てと、まあ、それはその通りでした。感情出すときも多分ちょいちょいあると思うんだよ。俺頑張るけどね、俺は俺でお互い成長し合えるなってやっぱ思ったし、まあ、どうにか絶対売らそうと思うから俺は、まあ、時にはちょっとぶつかるかもしれないけど、まあ、それを愛と受け取ってくれるやつだって俺は信じてるから、ごめんお願いします。まあでも本当にあれは申し訳ないなと思って一旦言っとこうと思います。でも俺の方もちょっと調子違ったこと言っちゃったんですけど、うん、まあ、ここまで本気で真正面からぶつかってくれるのは龍馬さんだけだと思ってますし、なんか裏へたまんなとかサボんなとか言ってくれた中で、まあ、同じことを繰り返したのは俺自身なので、うん、そこはめちゃくちゃ反省しますし、憧れてる男の師匠っていうのは龍馬さんだけなので、今後も、まあ、今までと同じように教えていただきたいなと思ってます。当たり前です。ありがとうございます。やろうや。お疲れ様です。